元農林水産大臣の吉川隆盛衆議院議員が数百万円の現金を受け取った疑いがあることが分かりました。関係者によりますと、吉川隆盛議員が農林水産大臣だった当時、広島県のケ卵生産大手秋田フーズの元代表から複数回にわたり、合わせて数百万円の現金を受け取った疑いがあるということです。 元代表は当時、日本経営卵協会の幹部として吉川議員など政治家らに、経営卵業界に便宜を図ってもらえるよう積極的に働きかけていました。東京地検特捜部は、秋田フーズの関係者らから事情を聞くなどして、捜査を進めている模様です。こうした中、吉川議員は先ほど、自民党の2回幹事長らに対し、党の選対委員長代行や、 二階派の事務総長などすべての役職を辞任することを伝えました。